お前マジで殺すぞ。お前は今日から V スポのバカ担当だよ。インポから惑わすために言っただけで。あいつチンチン大好きでしょ。あいつマジでチンチン大好き。マップどこだこれ。もう俺は最初にしな。あ、みんな仲良し、みんな仲良し。マニプ募集マップ。お、一番頭いいやつから殺せ。キルの話。人狼。んだろこのバカがよ。一番頭いいやつから殺せ人狼。俺はバカだからな。一番頭いいやつから殺せよ。おい、ありけ。うん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 。どうする？どれにしようかな。天の神主。いいよ。うん、じゃあベイトして俺のことみんな。いやちょっとじゃあ俺今から、うん、あの会う人と二人っきりになって殺されるかどうか検証していくから。分かった分かった。じゃあ誰と会うか教えて、誰と会うか教えて。分かった。全員シャワー室に、あの右上のシャワー室に呼んでお話ししてくるわ。じゃあ分かった分かった。1分後来て。ちょっとラムチ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 、ちょっと来て。ラムチちょっと来て。ラムチちょっと来て。ラムチちょっと来て。はい、ちょ一回来て。じゃあラメチマジ来て。ラメチちょっと一回来てほしい。ラメチラメチちょっと一回来てほしい。なに、いや、ちょっと折り入って話があるから。ちょっと大丈夫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 全然大丈夫全然大丈夫。はえ、なに、なに、いや、どうよ最近。最近どうよ。え、何日に呼び出されてんのこれ。うん、ちょえ、何、いやあれだね、最近は寒くなってきたね。そうだね。うん、うわええ誰か死んだ。ああ誰も死んでないよ。なんでそんな笑いながら。なるほどね。お前強人だろ。待って、マイタケいなくなった。やべ、探せ。マイタケ下行ったよ。下ここら辺おるんちゃうん。ここら辺、でもここ閉まったんよな。ここら辺おるんちゃうん。ラムチは違うか。立ち止まるやつ怪しい。緊急会議。ありけえ、匂い嗅いで話。え、ナイス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 。ってやってらっしゃいますか、皆さん。してない。してない。いやでもアリケンがなんか女の子を2人でどっか行ってました。俺見ました。アリケンがラムチとシャワー室にいました。見ました。見ました。じゃあする？なんで？なんで？なんで？違う。誘導作戦をしてたの。俺は誘導作戦。誘導作戦なの。怪しくて誘導したって。そう、二人きりになって、俺とラムチがシャワー室に行った1分後にマイタケが見に来るっていう約束で今やってたの。これで死んでたらラムチだっていう。でもね、聞いて、あの、ラムチは本当にない。ない、うん、なかった。殺しこなかった。まあでもありけもないってことだね。じゃあ殺せないから多分。まあ俺も一応マイタクさんと一人二人いたけど、殺されはしなかった。おい、これカルビやろ。おい、喋んなさすぎだろ。おい、ビビってんだよ。おい、釣ってみるかこれ。私マザーさん。お前はカルビだぞ。え、待って、え、ほんとマザーさんとずっといたんです。あ、全部聞こえる、声聞こえる、今はキルが入ったからね。ずっとね、マザーさんと一緒にいたから。いや、でも、待って、一緒にいるからキルできなかったってことじゃない。両方インポスターなんだ。一緒にいるから今2人でシャワー室入ってたやつに言われたかねえわ。いや、だからラムチも怪しいよ。だからここキル、キル起きてないってことは。なんで、やばい、え、あ、危なすぎるだろ。やばい、おい、人狼より多いやん。死んでない、え、危な、え、ちょっともうやめよう、シャワー室呼び出すの。
怖すぎ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 殺される殺される。これで行った方がいいかなこれ。可能性もあるもん。死んでる。やばい、何もわかんない。死んでる。何もわかんない。え、猫だつめっちゃ直近にいたぞ。え、来なかった？今、見た？誰だ？舞ちゃんと。はい。つまり通信室の中にいたの。俺とキュウちゃんとデュークさんとツナちゃんの4人ね。そうでいて通信室に4人でいて、ツナとマイちゃんが先に出てたの。そう先出てた。ほうってことは、そのうちが死体見つけた時に外にいたのは、そうそうそう、ボドカさんとマイちゃん。通信室の。そう右から来たのがボドカさんで、マイちゃんがどっち行ったのか分からない。俺左だね。マイヤさん左行ったの見た俺。いやじゃあボドカさんだわ。いやボドカさんまたやったんかい。お前マジで殺すぞ。ボドカさん待って、お前マジで。ちょっと待って、説明させて。ボドカさん、本当にオフィスのタスクをやりに行こうとしたら、なんや、解除しなあかん。赤点灯ランプが表示されたから出てきたんよ。で、キュウちゃんと、オフィス、オフィス。あ、オフィスから来たのね。でもやっちゃったんじゃないですか。で、そしたらキュウちゃんとデュークさんが走ってきて、でその後死体発見ボタンになったから、どこに死体があるのか、右側にほんまにあったのかって感じなの。でも歌川明は罰せよっていうことはなかった。まあまあキュウちゃん路線もあるね。いやいや後ろ線だからさ、ボタンえぐくね。確かに、まあ、確かに、まあ、確かにさっきのボタンはまあ白目だよね。だって今さ、もしうちがさ殺され殺した場合でもさ、誰にもバレてないのに通報する意味ないじゃん。さっきのボタンキュウちゃんか。そう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 。バカって言われたの許せない。じゃあボドカか。まあでもまたやったがボドカ。まあキュウちゃんがだいぶ白く見えるけど。いいですけどねって言われると、もしかしたら犯人じゃないかもしれない。いいっすよ全然。バイタルほらほら。マイタケ出た出た出た。でも俺はだから舞茸の線はマジに残して釣ってほしい。それやったら、いやいや、だって俺はずっと神人と最初にいたんだよ。ずっと二人でだから、次じゃあ舞茸、いや無理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 無え、だからだからか、俺髪残ってる、無理無理無理、だから絶対にその間に殺される。え、だからこれ俺も残ってる。だから殺されても大丈夫だって。だから通報できるから。そう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 、ナズピはぼっち、そうナズピをぼっちにして、まずいって。みんな、いや大丈夫大丈夫、これ殺されても下の方見に行けば、よいしょ、死体見つけたら勝ちだからな。これでし、あ、いい、あ、ほら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 、あ、はい、やりました。はい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 、はいはいはい、え、はい、ナズピです。え、神手やった今。待ってごめん、マジで、いや俺じゃない、あれ信じてくれよ。え、俺じゃないよ、神手じゃない。ずなず、あ、クソガキが。まあでもこうなるよな、一人狼だったら。お前5歳じゃん。あ、じゃあボドカさんは連れてたのか。じゃあ、え、違うよ、ボドカさんだよ。え、はい、え、ボドカさん人間。え、ラブちゃんダブルキルしたら勝ちだったんだよ。ボドカさんはだからこの部屋から出てきてって言われてる意味が分からなくて、これあの時誰に殺されたの。ツナ、私ラブチ。え、ラブチマジかよ。え、じゃあマザーさんじゃなかったの。あ、じゃあローラー完遂良かったのか。もう俺らで荒らしたって。ごめんなさい。誰か笑ってたぞ今。誰か笑ってたぞ今。誰か笑ってたぞ今。おい、誰か笑ってたぞ。おい猫たつ今笑ってたな。今殺したんちゃうんけ。あ、じゃあこっち来て。あ、じゃあこっち来て。あ、じゃあこっち来て。お前信用していいのか。お前怖いぞ。あ、じゃあ、え、あ、じゃあ今参戦やって、うん、1回も会議に参加しないの分かるの。じゃあ死にたくないか死にたいか言って。じゃあ死にたくない。おお、今怖かったっしょ。ちょっと怖かった。うん、今釣りしてるから、ちょっと俺もしていいか。俺ないんだけどそのタスク。釣りしようぜ。
え、なんでないの、タスクがなんでないの、黒だから。インポスターかもしれないね、俺が。怖いね。怖い、逃げる。猫タスごめんな。ママミ。なにこれ、なにこれ、なにこれ、は、なにこれ、なにこれ、なに、なになに、なに、なんか変わったよ。誰これ、俺、これ誰、俺、私たち。え、入れ替わってる、入れ替わってる。いや、猫たつ大丈夫だな、これ、ね、意味わかんない、これ猫たつ白いな。おー、会議だ、初めての。え、おい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 、おー、なるほど、やられすぎだろ。めっちゃ遠いやん。ラム分かんない、これマザーさんだわ。え？違う、マザーさんじゃないよ。いや、マザーさんじゃない、マザーさんじゃない。急に何の確証を得て。え、なんでかっていうと、保管庫のなんか右上にロープウェイみたいなの登ってく点線あるんだよ。あるあるある。これなんかロープウェイみたいなのピューって行くのね。そこにラムマザーさんと行って、ラム先に降りたの。だからマザーさん。どういうこと、どういうこと、どういうこと、わからんわからんわからん。お前は今日から V スポのバカ担当だよ。やろ。右行って右って一周回ってる。ええ、カンビ巻いたけラムチが怪しいと思います。早い早い早い。まあでもラムチのこと言うこと信じてマザーさん釣ろっか次。え、何これ、死ねマジ。マザーさんだな。これね、カルビ。何これ、ホラ街なんだけど、ここ。ブー。マジ何にも見てない。お前右行ったよな。右行ったよ。あ、だってカルビ、人狼じゃないとき喋んねえのに、人狼のとき喋るっていうメタあるかもしれない。え、なんだそれ、なんだそれ。はい、押させていただきました。え、まあ、とりあえず押しとこうかな。そうそう、ジップで右上に上がったとこが通信室で、うん、その下に階段があるの、真ん中下らへんに、うん、その右側で死んでたから。じゃあラムチじゃね、これ。え、待って、これマジでマザーさんだわ。わら、マジでマザーさんだわ、わら。ちょっと待って、いや、じゃあ待って、ここの二人に絞るのまずいぞ、これは。降りてきたなら全然あるな。カルビは OK。 私はマザーさんだよ、これ。マザーさんだ。カルビ低い声で喋んないと、低い声で喋んないと、うん、低い声で喋んないと。マイタケは絶対いない。いやいやいや、それ最後にやったからやろ。いやいやいや、結構前に切るなよ。カルビありがとう。最後にやったから。マイタケは絶対にない。カルビいたよな、右に。通信室はここか。カルビー、カルビー、なんでだよカルビ、なんでだよ。カルビなんでだよカルビ、カルビー、どこに逃げんだよお前な、カルビー、カルビちゃん、カルビちゃん。お前疑われてもノイズキャンセル入らなくなってるぞ。疑われてもノイズキャンセル入ってないよ、カルビ。カルビ、やるか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 。つい殺しちゃったな、俺のことな。カルビ、やるんか、これ、行くか。おおおおおおおやるか、行くか。やばいやばいやばい。行くか。俺のこと食った。俺のこと食ったらもう、君確定になるからね。俺のこと食ってもいいけど、別に。あー、今殺せたな、今殺せたな。今殺せたな。今殺せたな。今じゃない、ごちゃ切るじゃない、今、今、これ、これ、これ、痛い。来るぞ、来るぞ、パッション来るぞ、パッション来るぞ、パッション来るぞ。そうだよ、すごいだろ。来るぞ、パッション来るぞ。マザーラインなんか絶対無理や、これ、二人ずっと一緒におったのに。いや、今日行ってよ、お前。何カルビだよ。お前そこにいたんだよ、だって。見たんだよ、私だって。起こしたね、カルビ。カルビちゃん、ミスター。これ、ノイキャンかかるぞ、ノイキャンかかるぞ、そろそろ。ほら、ノイキャン、ノイキャン来た、ノイキャン来た。怪しいよ、必死のカルビのノイキャン来た。一番怪しいからね、ちなみに。大丈夫、大丈夫。ここでもし終わらなかったら、ボタン押してマザーさんするから大丈夫。正直に言う。え、私は正直に言う。マジで誰がやったかわからんかったから、私は、
なんかここで誰かに押し付けたら逆になんか怪しまれるかなって思って何も言わなかったんだけど。なんか言えよ。確かにな。なんか言えよ。でもそこでなんかいきなりファッションでマザーさんがこうカルビカルビってなんかありそうな線押してくるのなんかやばくない？なくはない。でもカルビちゃんもやってた時、その可能性はマジである。じゃあラムチに入れるカルビ。私は。んだったらハムチに入れる。そんなのが通るわけないだろ。燃やされる燃やされる燃やされる。まあそうだね。ボウ。いや無理だよ。それ知らないもんだって。おもろ。カルビの行動おもろ。きたーインポスターだ。誰やろうかな。マジか。マジかマジか。よし。またクルーだもん。アリケさんどうせ違うんでしょ。俺知ってるよ。うん、俺違う。おもんないでしょ。なわけで。ってことで始まりました。ね。それではね、まずアジャコング君をね殺しに行きたいとね思いますね。アジャコング君ね。え、びっくりした。びっくりした。食べる。なあ、カルビちゃんと。え、なんかアリケンがまずアジャを殺してって言って追っかけてきました。その瞬間にアリさんが押してくれたんで、でも、でもデュークは俺のことはどうせ違うんでしょって言いました。マザーさんが追っかけてきました。じゃあこれエンジニアいないの。エンジニアエンジニアいないの。エンジニアエンジニア使用しろ。エンジニアは私です。お、対抗いない。対抗いない。いない。隠しろです。いない。本当にいないの。隠しろです。え、いや、こっから出たとしても黒すぎるだろ。でも一旦目に出すのってどうなんですか。確かに殺されちゃうな。確かに。うん、猫だと狙われるよ。猫だポスターの人は出したいんじゃないんですか。え、じゃあ誘導されたってこと。じゃあデュークさんが対抗は出ないんじゃないんですか。デュークさんが確かに。いや、これ出した方がいいのかなとか思ってるけど、出さない方が良かった。私が、何まだカルビ低い声低い声低い声全然全部飛んでる。私がハッカー。私がエンジニアです。何？え？じゃあ私がエンジニアですって何？こいつ黒だ。じゃあ守るために言ってる。じゃあ守る守る。じゃあ守る俺が。で、ちょっと死にたいってこと。何のために言ってる。エンジニアだからベントで逃げれる。まあ分かんない分かんない分かんない。とりあえず。なるほどね。じゃあ、まあてかじゃあカルビさんと猫たつが弁当入れるかどうか確認しちゃおうかな。だとしたら俺もエンジニアだけどね。確認しちゃおうかな。じゃあ俺もエンジニア。じゃあ俺もエンジニア。弁当入りたい。入れないよ。体的に。弁当入ってみたい。もう普通に弁当入って殺してきたらどうしよう。え、弁当の中で殺せんの？おお。おい。あの、おお、え、デュークさん死んだの？え、マジか。デュークさん一緒にいなかった？あの、そうだよ。ここで名探偵ナスピが火を吹きます。犯人はそう、ルフナだ。え、俺？ルフナやったんだろ？ルフナさん近かったな、デュークさんのところに。いや、そう、俺猫助けて。聞いてください。なぜかメインエンジンルームからメインホールの方へ抜けてシャワー室に行きました。その時にアーカイブの方に抜けていく茶色い足が見えました。そう、そしてその後シャワー室に入ったら白い死体が寝っ転がっていました。でででん茶色って茶色なん。茶色は神戸さんじゃない。茶色っていうかあのうんこみたいな色。あずき色。めちゃめちゃ色やん。うんこみたいな色やめて。あずき色ね。なんかメインホールでなずきはカルビともすれ違いました。うんうんうん。まあ正直カルビのあの出方黒かったからカルビ釣っていいと思うけどな。え、お、私どこから出た。私あれでしょ、あのエンジニアです。エンジニアのやつ。エンジニアですのやつ。でもカルビのエンジニアですのやつはさ、守護天使やりたくてで名乗ったんでしょあれ。違う違う、それはあの猫たつが一人で言ったら猫たつが疑われる、殺されるんだなって。それ何のカバーだよ。じゃあそれ何のカバーだよ。イラリーカバーだよそれ。いや、インポから惑わすために言っただけで。インポから惑わした。やめてくれ。略し方やめて。その略良くないな。じゃあ、一旦、ナズビ目線は肉の国はひどいんだから。リムナさんがデュクスの死体から出てったからすごい黒いと思う。
うるさい。どうしたらいいかわかんねえよ。まあ、とりあえずじゃん。イフナカカルビしかいねえ、普通に。イフナカルビ黒目ね。そうしたい。みんなが。はい、ということで始まりました。チェコングさん、今日はね、アモンガース。来ました。これまあ男だけだからいいですけど、うん、インポとか言ってたっすよ、あいつ。釣りません？あいつマジでやばいな。あいつちょっと釣っとかないと。あいつインポ釣りです。俺が怪我するっすよ、これ。すぐ、ああいうこと言うからな、落ちについてたの。そうですよ。インポだの。下ネタじゃないんでしょ、ね、こっちがね、チンチン、チンチン言ってくるからね。あいつチンチン大好きでしょ。あいつマジでチンチン大好き。だから男だけだから言うっすけど、多分、彼でチン、怖いよ、怖い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 、やめろ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 、イフナいるよ、もう。え、イフナいるよ、もう、お前。まあでも、猫たつエンジニアか、そっか。やめ、やめて。なに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 、なに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 、え、え、待って、これ最強ムーブすぎない？え、やっぱ神戸さんなんだ。やられた、マジで。三人？三人やばい。え、今誰だった？神戸ユフナ誰だった？神戸ユフナカルビ。え、いや。死んでんじゃん。あのムーブやばいな。めっちゃ死んでんじゃん。うわ、神戸入った。ああ。やばいな、三人キルやばいな、無理だな。どういうこと？三人か、三人はやばいな。三人でエイペックスの大会出たっけ？雨。くるくる気持ちよかった。水。あれ入ってたあれか。いやあれマジ通報ボタンのとこ一生連打しないといけないわこのゲーム。守護天使だったら誰も止められない。いやマジで。